はい、というわけでガチョコバトル S プラス3のね、方のゆりちゃんさんの、プレイの解説をしていこうかなと思いまーす。やっていきましょう。さあ、やりますか。まあ、気になるところがあれば、ストップしていきますんで。はい。繁盛ごときね、ストップさせられるのは屈辱かもしれませんが、よかったら皆さん見ていってください。相手、ハイドラントカスタム、クローズアップ。で、プライムシューター別中にスパッタリ。なるほど。あ、いいですね、初動、ちゃんと見て。どっから来るか。これ僕すら、僕やってないですからね。やった方がいいですからね。この人の方が前ですね。あ、これはちょっと危険。ハイドラント、今、この初動ハイドラントが前出てるときに、はい、前見てるときに、そこ突っ切るのは危険。はい。あ、これ、あ、これ教えて、教えます。今の、この、エイムミス。ここね。ここ。このエイムミス。ちょっと見てくださいね。はい、ここ。ここ。で、さらにここ。で、この矛が前へ進むじゃないですか。で、こう後ろからザップ来ますよね。っていう時に、ザップって、絶対右流れるじゃないですか。倒した後も。方向倒したとしたら。なんで、エイムはここ、左向いちゃってんですよ。ここに振ったでしょ、今。このカーソル今見えるように設定したんですけど、ここに左を振っちゃってんで、右に振れれば、やれてるかもしれません。はい。っていう細かい指摘もしていったら、こういうのでキル取り流してるんで、これキルをもし取っていれば、この上の、プライムシューターが残りになって、バレルスピナーとローラーで、攻めることができるし、この味方多分ステルスジャンプなんで、寿司とね、クワッドホッパー飛べて、有利状況は作れると。いった感じですね。はい。さあさあさあ。まあ、ガン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 、気になるところアドバイスしてくださいと、おっしゃってくれるので、はい。これはもうしょうがないですね。これはローラーの差が。で、しかもカウンター進んでいる。これは歩行をちょっと意識したかったなっていう感じですけど、これは僕も、やることなんで、これは4人で戦うゲームなんでね。今のはこれしょうがない。僕だったらこれ、はい。僕だったらここで、ここの、矛を持ってかれてる状況なんですけど、これって非常に良くないんですよね。ここに矛があるっていうのは。で、しかもバレルスピナーが、おそらくこの実路側に本当は痛いんですけど、左に追いやられてる状況。なので、ここで、僕だったら、ここにすぐにここのまま右に行って、スーパー着地が溜まってるんで、カーリングプラス、スーパー着地でメインで割ってると思います。多分僕の生放送とか見てる人は、結構、そういう動きするんじゃないかなっていう。これ、今行けたでしょ。ここ、ここめっちゃ細かいですけど、これちょっとよかったら参考にしていただく。これ絶対いけたんですよね。カーリング流してメインで着地でもでいいですし、絶対スーパー着地はこれ履かないといけないんですね。で、矛を持って左から抜けるっていうのが大事だと思います。はい。これ結局笑えちゃうんで、こうなって。こうなっちゃうと。なんで、まあ1枚ないですけど、お、でもうまい。俺この先手が知らないけどね。9番も見えてなかったらしょうがない。これはもうしょうがない。で、この後また攻められそう。これ、矛の周りが塗られてるから、矛が割れて塗られてるから、カウントが進んでしまったと。いった状況ですね。で、相手はスパッタリーなんで、これ味方3落ちしてる場面。ここどうすんだ？俺だったらここでいいと思う。これカーリングは流していいと思う。うん、結局足場なくなっちゃうからね。でもいいですよ、いいですよ。これはもう、しょうがない。うん、これはしょうがない。この後大事。あー、ここで、矛周りを見なきゃいけないんだよね。俺だったら右に潜伏してる。この右に潜伏しますね。ここだと結局、ここの、ホッケの矛ってちょっと特殊で、ここから自宅に入られちゃうんですよね、簡単に。なんで、この敵が向かってくる、ものに対して、こっちが進んでいきますよね、こっちに。ぐーっと。ぐーっと進んでいきますよね。で、相手がこう、向こう側から来るときに、キル速度ってすごい上がるんですよね。交差するんで。なので、凄まじいスピードでこうやってやられていくと。で、僕が言ってるのはこの右にジンクがあるんで、この右に潜伏したかったなといった感じのイメージです。はい。さあさあさあ、これやられてしまう。はい。この後復帰大事ですね。だから常にやっぱ矛は見ておきたいよねっていう話ですね。あ、これ試合終わるのか。あ、終わった。ナイス。ナイス。ナイスファイト。でも、こういうのを、ちょっと、本当にちょっとしたことなんですけど、こういうのの積み重ねで腕前 X っていけると思うんですよね、個人的に。はい。あ、始まりましたね。次のガチョコバトル、ホッケフト、やっていきましょう。さあ、頑張りましょう。相手はボールドマーカー、赤ザップ、52ガロノーマル、チャージャー。で、こっちはチェッカスザップ、ボールド。まあ、これ割りにいけそうだなっていう感じですね。はい。で、割っていく、ナイス、さすが。いいですね、いい割り。いいですよ。うん、全然いい、全然いいと思う。うん、全然いいと思う。カーリング、ちゃんとこれ、もう早く、もうね、このインク回復した後は僕だったらすぐ投げちゃうですね、カーリング。うん、でも2キロは素晴らしいです。はい、こう褒めるとこもしっかり褒めていきます。素晴らしい。うん、ここまで繁盛より前ですね、全然。全然僕より前ですね。右奥に1人見えてるんで、いいですね、いいですね、左抜けてんの。
ここに居座る必要はないかなっていう感じですね。僕からするともう左でガンガン荒らしちゃってもいいのかなっていう、この左奥詰めてもいいのかなって感じです。いいいいキル、いいキル、もう素晴らしいですね、素晴らしい。これはしょうがない、自分の足元にインクがある場合って、あ、いいですよ。あ、でもこれはこれはイカスピアの避け方ですね、避け方。これは自分から当たりに行ってましたね。ここ、これですね、このこれ、ここはこれに左に戻るじゃないですか、絶対右でいいんですよね。こっち側に逃げてあげれば避けれたかなっていう感じですね。あとこのスポンジの裏側、このスポンジの裏側に行けばダメージが当たらないので、そっちに行けてもいいのかなっていう感じですね。で、その後何するのって感じですけど、スーパージャンプで自陣返ってもよし、そこからまたカーリング粘るもよしって感じで、また選択肢が増えますね。はい、さあこれちゃんとでもこの人マップ見てますね。偉い偉い偉い、本当に偉いと思う。いいですね、ナイスキル、いいですよ、もう完璧、もうこれ100点です。もう全然言うことなし、ハンジュより前。さあ引いて、まあこれはしょうがないですね、割れるのは。着地も溜まってないし、はいはいはい。でここセンサーあるんで、そうですね、引きながらカーリングで、いいですね。でもこれは下がりすぎ、ローラーの射程では何もできないので、もう俺だったら前出てますね。ここ下がっても多分やることあんまりないから。あ、でも味方がこれキル取ってくれてるの偉い。さあこれですね、ここ、お、いい着地、いいんじゃない、いい着地じゃない。でこれはスポンジを下ろしてからの着地だと矛を割れたんですけど、こう後ろ見に行く、はい、いいですね、いいですよ。全然その負けた試合より全然動きしてる。お、いい動きしてる。この後ここ矛放置したらまずいけど、結果論かもしれない。でも今右にスーパージャンプ見えたから、これ矛持たれなければ、うん、よかったねっていう、これは よかったけど、矛を今の放置するのはあんまり俺は好きじゃないかなっていう感じ。ここね、これですね、キル取った、もう完璧完璧だけど、俺だったら右に潜伏する、自陣のここに潜伏する、倒した後ね、倒した後ここに潜伏する。なぜなら右の手前に矛があるよね。だからそこを持ってくる相手を叩くのが一番簡単だから、こうやって回ったりしたら結局チャージャーにボム殺されてね、デスしちゃったりする可能性もあるんで、あんまり良くはないかなって。これは味方止めてくれて結果的には良かったですけど、はい、基本的にローラーって矛の周りとか、オブジェクトに対しては相手って結構必死になるんで、そこを叩くっていうのが非常に大事なんですよね。うん、さあそして左側にいる、あ、いますね。でもこれは、はい、ここ、はい、ここ、はい、ここ、ここね、やりがち、ローラー、ここね、センサーついてるんで、もう相手の赤ザップ分かってるんですよね、こっちいること分かってるんで、これ潜伏したら結局こうやってゴリゴリ押されちゃうんで、位置変える、うん、まあキル取れる場面ももちろんあるんですけども、腕前 X になるには一個一個丁寧なプレイしていったら確実にステップアップしていくんで、こういうのはセンサーがある状態でしたら、まあ、絶対ね、位置変えた方がいいかなっていう感じですね。でスーパー着地いいですね。まあ味方着地これはもういいんじゃないですか。スーパー着地これぐらいしか使うことないから、いいですね、いいですね、いいですけど、ここはハイプレ仮に行ってもよかったんじゃないかなっていう。こう1枚取った後、これはもう本当に状況判断能力なんですけど、これは分かってればできることなんで学んでおく。こう1枚やった後、俺だったらこの後ろ回る中央のこっち側、後ろ回って右に倒しに行くって感じですね。うん、でもこれも、まあ、やれたらでかかったけどね、このザップも。うん、俺だったらあそこ仮に行くなっていう感じ。さあ、まあ、ロボットもで位置はバレているが、ここもね、方向見なきゃいけない。ここも方向見なきゃいけない。ここはまあ、多分本人も分かってると思います。ここは言わなくてもね。あ、方向見てればよかったって絶対思ってると思うんですけど、ここね、ここで、このザップ見れるんじゃなくて、左を見るべき。うん。で、ここで、ザップのカバーは天才。いいですね。さあ、ここも5人やっていく。いいですね。これ勝ちたいね。ここ右俺だったら突っ込む。うん。右、ここカーリング塗ってね。そうそうそう。すごい、いや、これはもう100点ですよ。重い。この選択100点。この後。高台は取れないね。ここね。いや、ここはね、なんとも言えない。なんとも言えないけど、俺だったら横振りしてる。ここ。横振りしてたら当たってる。待つね。ここ確実ね。ここの、手前のインクを僕だったら一瞬ずり見るんですけど、ここが結構ジーンクあるんで、横振りの上向きで倒せるんで、縦振りでそんなに無理しなくてもよかったのかなと。これ絶対当たりますよね、横振りで。これは当たるんで、こういうのもね、
慣れなんですよ。本当に慣れなんで、僕のアドバイスを聞いてみて、そういう判断ができると、そういうキルができるっていうのを分かれば、絶対にこの人も追加できます。はい、絶対にできると思う。僕本当にゲーム下手なんで、でも経験で戦ってるんですよ。経験と、もうなんだろう、もう本当に経験経験の積み重ねで戦ってるから、分かれば絶対人はできるようになる。ナイスキル、いいですね。ここいいですよ。ここ右ね、いいよね。ここカーリング投げなくていい。ここはカーリング投げなくていい。ここ。ここは今のは、僕に言わせると、カーリング投げないで、このまま行くと、相手からしたら、ここカーリング見えるんですよ。これ。相手からしたら。このチャージャー、今気づいてないけど、腕マイクだったら即気づかれるんですよね。ここは、カーリング流さずに、ここからこっちにカーリングを投げれば、チャージャーには一直線。で、矛も多分枯れてる。うん、感じだね。で、相手の矛がめんどくさいとこ行ってんなぁ、また。さあさあさあ、いいですよ、いいですよ。こう回っちゃいな、回っちゃいな、回っちゃいな。回っちゃいな、回っちゃいな。そう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 。もう急ぐしかない、急ぐしかない。矛進んじゃうから。しょうがない。しょうがないけど、裏取りの判断をするんだったら、めちゃくちゃ早く行かないとまずいかなっていう感じがする。うん。さあ、この後。はい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 、正面。もう危ない。いや、これは、いや、しょうがない。これはしょうがない。チャージャーに足場を潰されたんで、これはしょうがない。しょうがない。これ相手強いな相手強いですね。はいはいはい。で、まあ高台に矛あるから、まあ救われてるって感じはするけど、さあさあさあ、ここ持たれたらまずいよね。もう、しょうがない。これは50なんで、こういうのは僕言わないローラーの俺一応スペシャリストだから、分かるから、痛いほど分かるから、こういうのは言わない。直せる技術的な面はあんまり言いたくないんですよね。これはここの選択をしてたらキル取れたよっていう。まあローラーってあんまり技術いらないんでね、縦振りのエイムとかいるかもしれないんですけど、そこを言ったってね、上達につながらないし、別にそんな縦振りのめちゃくちゃいいエイムがなくても腕前 X にはなれる。さあ、ここいいね、いい縦振り、エイムはいいんですよ。エイムはいい。あとは横振り縦振りの使い分けと、あとは瞬時の状況判断能力、それさえあれば絶対に X いける。この人は絶対いけますね。はい、素晴らしい。素晴らしいんだけど、あと一歩。で、腕前 X にいけない人、俺これ見て分かってん。S プラスの人のプレイって俺は普段見ないんですけど、あと一歩なんだと思う。本当に。あと一歩の積み重ねで、腕前 X になれるし、それができてないと結局 S プラスにとどまってしまうっていう感じ。18キルもしてますしね。うん。はい、そしたら次の試合。次、ガチヤグラーこの人送ってきてくれたので、見ていきたいと思います。タチウオアンチョビなんだ。じゃあこの人の1試合だけ、見て今回の動画は、終わりにしたいと思います。だいたいこういう解説動画は3試合ぐらいでいいんじゃないかなって、個人的には思ってます。はい。さあ、やっていきましょう。ドーモデラーホットリッターなんだ。編成悪いね。編成悪い。相手は寿司、クラブラ、ダイナモ、ベッチュ、リッターと。はいはい。リッターには初動抜かれないでしたね。うん。あ、いいですね。これはリッターケアしてちゃんと左から降りてんだ。俺だったら右行くけどね。でも初動に関しては人それぞれの強みがあるから、それは言わない。うん、その人のやりやすさもあるだろうし、しかもここの1キルすごいうまい。これいいですね。いや、この、さっきだったら縦振り選択するんかなとか思ったんですけど、ホッケー見てたら。横振りもしっかり選択できてるんで、ただただ経験が、ないだけなんで、経験さえ積めばもう全然ですよ。これしょうがない。これしょうがないです。はい。こういうですは僕言わない。うん。絶対言わない。さあさあさあ。まあ、味方陣落ち。これはもう腕前 X でもよくある光景なんで、この後ですね。僕だったら、右入っちゃうかな。でも左、自宅入ってるの見たね。でもここはね、右入っちゃった方がいい。けど、いい。俺がよくやって、で、やっぱ俺のプレイにちょっと似てるんですよね。やっぱ、いろんな人の動画、ローラー扱い見たんですけど、動画、チラッと。やっぱりね、似てますね。僕は、ここはこういう動きしてるの見てくれてるんだなっていうのを、ちょっとね、胸熱になりますね。ここはね、ちょっともう一回見るか。ここ何があった？ここ行って、はい。ここに行かなくていいんじゃないかな。雨降ってるし、でもナイス様ね。難しいね、ここね。ここは結果論になっちゃうから言わないでおくか。でも言うとしたら、俺だったらナイス様すり抜けてる。うん。俺だったら、ここを右行って、こっからカーリングを流して、レールまで行ってる。かなーって感じ。ナイス様どうせ遠くに投げるだろうし、みたいな感じで考えちゃう。レールの奥行って、そしたら雨も当たらないし、ダイナモのナイス玉終わりを枯れるし、みたいなことを考えちゃうね。うん。
レールがあれば結局ナイス球も受けれるんで、なんとでもなる、そういう判断をする俺だったら。で溝に1枚見えてる、ちゃんとね見え、あでもこういう、あ惜しい惜しい、うん惜しい、これ欲を言えば、本当に欲を言えば、ちょっと技術決めんだけど欲を言えば、ここは上を狙う、ちょっと上を狙うかな、俺だったら上を狙うかなっていう感じ、うん、そしたらワンチャンやれたかなっていう、直射を狙えたかなっていう感じですね、うん。さあこの後難しいローラー、こういう試合のやつすごい難しい、うん難しいですよね。あーでも味方は食いぼちょこやってくれてる、うんうん、わかるわかる、やりたいことはわかる、すごいわかる、俺もそうする、ここまで俺もそうする、俺はここで横振りは当ててる、多分ジェッパーと迷ってるんだよ、これはしょうがない、うん、これは言わない、あんまり言ってもしょうがない、これはね、あの味方のどうもでも悪い、あのヤグラが進んでるんでそこにいるからね、ここ当てたいね、ナイスキル、しょうがないしょうがない、いい縦振り、いや今はすごい、うまい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 、いいよいいよいいよ全然、これナイスマン相手引いて、うん、そう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 、いいいいと思う、すごいいいと思う、いいと思う、うん、いいと思う、いいですねいいですねいいですね、これレール使ってやっていいんじゃない、そうそうそう、レール使って、あーそこいたのか、多分このレール、立ちのレールに関してはレールのここね、居座り続けるっていうプレイが弱いんでね、これ一回止まったけどもう全然そこでジャンプしちゃっていいかなっていう感じですね、そしたらどっちが持っていけたかなっていう、うん。さあナイスキル味方、これステルスジャンプ積んでるんでね、さあジャンプして、はいはいはい、いいですね、に落ちに落ち、ここだね、ここ、まあ俺どうだろう、ヤグラ今だったら俺なんか乗ってたかもしれない、俺ローラーでも今のは、でもまあ乗んなくてもいいかなっていう、ここの潜伏ね、いいねいいねいいんじゃないですか、いいんじゃないですか、いいんじゃないですか、うん、これは相手がうまい、うん、俺もそれ言ってるから大丈夫大丈夫、これは大丈夫です。さあさあこの試合きついね、でもねなかなか攻められてて、自陣の3段も塗られてる、しかもカーリングあるから、いいっすいいっすね、当てたかった、できればね、うん当てたかった、当てたかったけどしょうがない、ああいうプレイをするなら当てなきゃいけないんですよね、ローラーの辛いところ、角位置武器の辛いところですよね、ホットブラスターとかもやっぱ突っ込むの対地球取らなきゃいけないし、やっぱ求められるものがやっぱりちょっとそういう面では大きいのかなっていう、防衛の部分で、しかも後ろいるけど大丈夫かな、シューターいいぞ、ナイスキル、いい振り向きですね、さあこれしかもいい縦振り、当ててる当ててる、しっかりと当ててる、いやここでも攻めたい、ここ攻めたい、ここ絶対攻めたい、ナイス球自陣打たれてる、はい、いいですよ、着手打ってもいいしメインでやれてるから OK、 さあここラストラスト頑張って、いい見えてる見えてる、それ見えてるよ、頑張れ、いや惜しいな、でも惜しいな、惜しい、いや俺も言ってる、俺もこのやり方してる多分、うんしょうがない、どんまいだ、ほら飛ぼう、飛ばない、俺飛んじゃうな、ナイスキル、さあこれダイナモが左、これ左回りたいね、そうだね、うわー相手がうまいな、これ相手がうまい、相手がうまい、これはなんかかわいそうだな、なんか別にプレイそんな悪くないな、ヤグラに関しては全然いいんだけどね、あと本当に一歩当てるところは当てれてないっていう、当てれるところは当てれないんだったらそのプレイはしない方がいいっていう感じかな、でも相手1枚落ちるし、しかもヤグラの判断は違いじゃない、これで一旦乗ってくれそう、いいですよいいですよ、ワンチャンじゃないこれ、俺全然試合結果知らねえからさ、 あるあるある、これある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 、立体だけ、左高速攻、左高速攻、左高速攻、レール見えた、左高詰めていい、左高詰めていい、いいよ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 いいじゃんいいじゃん、勝ったんじゃないこれ、頑張れ、見てやれそれ、そうだよね、オッケー、あ見知らなかったからいいじゃん、あこれいいじゃん、あ全然いいじゃん、え俺よりうまい、ラストはしかも最後もマップ確認する、いや素晴らしいですよこれは、いやこれは良かった、うんうんうん、上手でした上手でした、いや本当にプレイは上手、今の上手でした本当に、良かった良かった、いやーてな感じでね、これねもうガンガン言っていいっていうあの話だったんで言ってみました、
今回の動画ね、まあ、面白かったら高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。動画の概要欄に、僕のツイッターのサブアカウントの方をね、貼っておきますので、こちらの方に、動画、大体1試合から5試合、ローラーでもいいですし、ローラーじゃなくても構いません。なんだろうな、中英高英なんでもいいんですけど、なんか悩みだったりとか、なんでここがダメなのか、何か教えてもらいたいこととかをね、しっかりと書いてほしい、しっかりと返してほしいんで、それもお願いします。腕前は B プラスから腕前 X のパワー2400台までは募集しようかなと思っております。はい、てなわけで、ここは後からラジオみたいな感じになるんですけども、ゆりさんの悩みを、ちょっと回答していこうかなと思います。悩みが4つあります。ローラーなのに慎重になりすぎて下がり気味で前進時ができないって書いていらっしゃったんですけども、いや結構前出てたんで、このプレイを見た感じね、やっぱこういう相談とかを DM よく来るんですけど、まあ僕は一切返してないんですけども、まあ、動画のコメントとか生放送の配信とかでコメントがあった場合は返してるんですけど、慎重慎重って言ってますけど、ちゃんと前出てますし、勝利につながる気も取ってるんで、前進時はこれできてると思います。はい、できてます。むしろ防衛がやっぱりおろそかになってくるしまう部分があったのかなと。長射程武器への対処がわからないマニューバ系のアイテムも苦手。マニューバ系は、まあ、基本的に僕も苦手なんですけど、スライド後の動きを読んだりとかいう風にしないとやっぱ戦えない。これはマニューバ系の方が有利なんで、ローラーの方が不利なので、まあこちらの射程に、相手が来たら倒す、これは基本的な形で、長射程武器の対処の仕方は、基本的にはやっぱり長射程の方がもちろん有利なので、相手が見てないところから倒す、後ろから倒したりだったりとか、ホッケで見せたあのチャージャー後ろから倒したりとか、そういう動きをすればいいと思います。はい、あと基本的に味方が誰かと、味方が長射程と対面とかしてるときにやっぱ横から殴ったりするのが、強いと思います。各ルールでの勝ち方、ローラーが意識するべき点は、やっぱり防衛、オブジェクトに対する、防衛ですね。例えば矛だったり矢倉だったりすると、やっぱそういう乗ったりとか矛持ったりとか、してるときはやっぱ角一武器が光るので、そういうのをしっかりと刈り取っていくと。であとは打開時の行動は、まあ僕が言った通り、味方と一緒に、あ、これまだでも打開時あんまりなかったですよね。あ、でもあったか、矢倉とかあったら自陣の高台とか入られてましたよね、立ち上がったら。まあそういう時はもう無理やり1キロ持っていくか、まあスペシャルがスーパーチャクションでどうしようもないんで、味方と一緒に動くことが、大事だと思います。ルールとかステージによってまたまた全然違うのでね、まあ動画の、パートをたくさんたくさん撮っていこうと思いますので、そちらの方もよろしくお願いいたします。それではね、感想の方とかもね、よろしくお願いします。楽しかったです。楽しかったです、本当に。まあなんか態度が悪かったらすいません。あ、でも俺こういう人なんで、はい、これはでも結構丁寧に、はい、答えたと思いますんで、よかったらお願いします。それではさようなら。